そろそろ限界かな。でなどもカビです、4月の22日ですね。このご覧の通り、あのカボチャです。カボチャがね、そろそろ植えなきゃいけないぐらいの大きさになってきて、何よりもこの肥料切れ起こしそうな色をしてるんですよ。そろそろね、このちょっと黄色っぽいの分かりますかね。もう双葉なんかが完全に黄色くなってきてて、で本葉の新しい方もちょっと薄くなってるんですよ。もうこれね、肥料切れのサインです。もうぼちぼち植え替えなきゃいけない。茎自体も黄色くなってきてるからね。でこれ以上あの鉢植えポットの中で育てるんだったら追肥をしてあげる必要があります。私昨年か一昨年かやったのは、あの放緑油かすでぼかし肥料を作って、あれねすごいね、あのねっとりするんで、それ玉にして、オーガニックの、オーガニックかな、まあいやいう、国産の菜種油かすを使った有機肥料を作って、それをやったらかなりね効果があったんですけど、もうそういうことやってる時間もないし、もう植えてもいいかなっていう気温になっています。週間天気予報なんか見ると、来週の月曜日あたりが多分最低気温の谷底じゃないかなと思って、そこが最低気温10度なんですけど、10度だったらなんとか耐えられる。で、実際、おとといかな、もう先に植えたブラックフォレストあるんですよ。で、ここ数日は最低気温が10度いくかいかないかぐらいだったんで、で、それで今見たら元気になってたんで、多分いけます。なので、とりあえずね、もう植えてしまいます、これ。このままハウスの中で暖かいけれど、肥料切れを起こしつつ、徒長していくよりはもう植え替えてあげた方がいいと判断します。はい。で、やっぱりね、これね、3月の24日種まき。なので、種まきからほぼ1ヶ月。まあ、4週か。28日ぐらいで、やっぱり、ね、定食ぐらいのタイミングになってくるので、そこをね、逆算して植えるといいですよということです。やっぱね、3月の末、4月頭ぐらいで、無難に植え替えができて、保温とかの必要もないと思います。はい。そうそう。言わせたけど、もう保温とかしてないです。はい。もう植えてそのまま。なので、そこのポイントが、まあ、いつも言ってるけど、最低気温10度というところです。週間天気予報、月間天気予報の最高気温よりも最低気温を気にしていて、ね、定食のタイミングを測ってみるといいと思います。ということで、ウリ植えていきます。なんなら、キュウリなんかも植えちゃおうかなと思ってますね。はい。暑い。ハウスの中暑い。今日最高気温27度です。夏だね。はい、これがさっき言ってた、もう、一昨日植え替えたってやつですね、ブラックフォレスト。で、ご覧の通り、元気な感じ。枯れてない。寒さで傷むと、この周りがね、黄色く壊死したりするんですけど、その様子もなく元気です。大丈夫。で、あと、定食の後は、その、低温ね、最低気温10度っていうのも気をつけなきゃいけないんですけど、あと、もう一つ大事なのが、土の水分です。うん。土がね、この時期に乾いてしまうと、根がうまく広がれないので、土の、乾燥具合には注意してください。ここのとこね、雨が降って、結構土がね、ずっと湿ってる状態だったので、で、ここから数日、もう一週間以上晴れが続きそうなので、もうね、今のうち、たっぷりと土が湿ってるうちに植え替えてあげれば、水やりをね、豆にやる必要がなくなってくるので、そういったことをね、考えます。で、植えるのはね、ここの人参を植えてて、種を取ろうとしてるんだけど、ちょっと、その隙間、ここを使います。で、これね、普通に考えたら、日陰になっちゃうのはマイナスなんですけど、まあ一応霜よけというかね、寒さを避けるのに上に何かあるとね、いいんですよ。はい。あとは風よけにもなるんじゃないのかなと思って、まあ、日陰になるのはデメリットだけど、風よけ、霜よけというかね、風よけと低温よけっていうのかな。うん、不織布がかかってるような雰囲気。あるいは、アンドンね。最近全然やってないけど、アンドンっていうものと近しい効果が期待できます。はい。ということで、この人参の間に植えていきます。で、かぼちゃはね、やっぱつるが伸びるので、1メートル間隔ぐらい開けて、1メートル巻いたな、まあいいや、1メートル間隔ぐらい開けてあげるといいです。で、あと、これね、宮古島に、行った時に、綺麗に栽培してるかぼちゃを見たんですけれど、こう、一直線にね、一直線にこう、かぼちゃを植えてあるんですけど、つるを伸ばす方向、こう、垂直なんですよ。畝の方向というかね、植えてる方向がこういう方向だとしたら、それに対して垂直につるを伸ばしてあげると、見事にね、やってましたね。で、そこはね、コンパニオンプランツなんかもやっててね、植えてるこっち側に他の作物を植えて、で、つるをこう伸ばしていってたんですね。あれはシステマティックで感動しましたね。うん。まあ、ちょっとね、ここはそんな余裕はないので、こいつのつるはこういう風に伸ばしていこうかなと思います。去年ね、両側に植えて互い違いに伸ばそうかなと思ったんですけど、それはさすがにちょっとね、混み合いすぎるので、やっぱりね、かぼちゃは、この1メートルか1メートル20センチの畝に、1列植えて、まあ、あっちの方向に伸ばしていこうかなと思います。はい、とりあえず植えていきましょう。はい、
じゃあ植えていくんですけど、その前にちょっとね、植えていく前にちょっとお話ししておくのが、これね、種まきの時にも説明したと思うんですけれど、西洋かぼちゃと日本かぼちゃとペポかぼちゃ、もうこの3つで大体大別されます。まあ、細かく分けると4つとか5つになるんですけれど、とりあえず、この3つで考えるとオーソドックスです。で、ブラックフォレストは西洋かぼちゃ。で、これバターナッツかぼちゃが日本かぼちゃなんですよ、バカぼちゃ。で、これっちね、かけて錦糸瓜、そうめんかぼちゃですね。こちらがね、ペポかぼちゃ、ズッキーンとかの仲間になります。これらはお互いに交雑しにくいと、思います。全くしないと言い切れないところは微妙なところなんですけど、おそらくしない、しにくい。なので、この3つは同じ畝に私は植えております。まあ、混ざった感じにならないから、多分ね、混ざんないんじゃないかなと思います。はい。混ざるのかね、この辺はね、学者さんに聞いてみたらわかんないんですけどね、種屋さんの、なんていうかね、研究されてる方に聞いたら、まあ、混ざりにくいよねっていう話はしたんで、多分混ざんないとは思うんですけどね。ということで、この畝に、手前側にブラックフォレストを植えて、途中から何植えたかな、そうめんかぼちゃかな。で、最後にバターナッツみたいな感じで植えていきます。ちなみにね、バターナッツかぼちゃとか、そうめんかぼちゃの方が強いです。西洋かぼちゃよりも日本かぼちゃの方が強い。で、ペポかぼちゃはね、これ種類にもよるかな。ズッキーニの方が結構デリケートで、うちの畑だとあんまりうまく育たないんですよね。うん、はい、とりあえず植えていきます。苗はね、かぼちゃに限らず他の野菜でも一緒で、植える前に、水をね、しっかりと浸しておく。水につけて、この下からね、水を抜いてね、こうやって吸水させてから植え替えてあげると、しばらくはね、最初のこの蓄えた水分でね、枯れにくくなるんで、ちょっとしたポイントです。植え付けの穴を掘って、そこに水を流し込むっていうやり方もあるんですけど、あれをやると、植える穴の土自体が固まってしまうような感じがして、あんまり私はやらないですね。以前はそのやり方もやったんですけどね。どちらかというと、この、やっぱね、活着させるため、活着っていうのは植えた苗の根がしっかりと、土、畑の土に根付くことを活着って言うんですけれど、活着を促すためには、まあ、この土は、あんまり濡れてない方がいいんじゃないかなと思います。隙間があって、適度に保湿されている状態。人参が生えてるまま。人参ちょっともったいないな、生えてるの。ちょっと光の加減で映りにくいですけど、とりあえず穴を掘って、で、軽くほぐして、ポットの、ね、かぼちゃの場合は、茎はあんまり埋めない方がいいかな。多少は茎からも根っこが伸びるんですけれど、なんかね、トマトほど強くはないので、まあ、ポットと同じぐらいの高さに、この畑の、なんていうかな、土の、畝の土の高さと、植える苗のポットの土の高さが同じぐらいになるような、同じぐらいになるぐらいの深さ掘って埋めます。はい、これね。で、取り出し方は他の苗も一緒だけど、この苗を挟むような感じで、実際に挟まないですよ。V 字で押さえて、逆さにして、この辺を押す。そうすると取れるんで、こんな感じ。まあまあいいですね。根がね、こんな感じで伸びてます。はい。で、これ植えといて、なんかね、植える向きによってつるの伸ばす方向をコントロールできたらいいんですけど、多分そこまでね、関係ないんじゃないかなと思います。はい、じゃあ周りの掘り返して柔らかくほぐした土を周りにかけていって、植えます。この時に葉っぱに土があんまつかないように、もう早速ついちゃってるけど、土の中の菌がね、葉っぱにつくことで、まあ病気が発生しやすくなるなんてことも言われますからね、うどんこ病とかね。なので、雨による泥跳ねを予防するために、敷きわらとかが有効ですし、まあ、マルチね、ビニールマルチ貼るのが一番、保温保湿にもなるし、その泥跳ね予防にもなるし、雑草予防にもなるので、マルチを使うことに抵抗がなければ、ビニールマルチの使用もお勧めいたします。この畑ではね、まあ、ビニールマルチを使わずにやってみるってことをやってるので、使わずにやります。で、さっきね、植えてあったブラックフォレストの方を見てもあったけど、わらなんかもお勧めです。敷きわらね。で、このカボチャとかスイカなんかもそうなんですけど、ツルが何かに捕まりながら伸びていくので、この地面がむき出しよりも、例えば草が生えたりとか、まあ草を生やしておくとね、埋もれちゃいやすいので、こういう草マルチとか、敷きわらマルチをしてあげることで、こう、ツルが捕まって伸びていく、と考えられます。なので、何かしらね、敷いてあげるといいですよ。なので、スイカなんかやる方は特に、黒いビニールマーチを貼った上に、わざと敷きわらを敷いてたりします。ツルがね、掴まれるようにですね。ビニールマルチだと、ツルが使われなくて、風が吹くと飛ばされちゃったりして折れちゃったりする可能性があるんでね。なので、ツルがしっかり掴まれるものがあるといいと思います。はい、このようにして植え付けていきます。こんな感じね。
ちょっと日陰だっていうか、いまいち映りにくいけど。まあ、多分大丈夫でしょう。はい。ちなみにね、さっきね、先に植えておいたブラックフォレストなんかには、偵察隊来てました。ウリハムシね。まあ、まだ食われてないけどね。なので、その低温だとか、あとは、特に乾燥かな。乾燥によって、根が活着しないと、苗が弱りやすくなるので、そうなると、ウリハムシがめっちゃ寄ってきます。はい。なんで、この植え付けてから2週間が勝負です。だいたい2週間すると、活着するんですよ。うん。逆に2週間経って活着しないと、もうその頃には、カボチャなんかはウリハムシに食われてボロボロになって、もう枯れます。はい。なので、ここから2週間が勝負です。はい。じゃあ、こんな様子で、あとも植えておきます。せっかくなんでね、しっかりと光が当たっているところで植え付けのポイントをもう一回説明しておきます。もうこれね、そうめんかぼちゃを植えた後なんですけど、まず植える前に、この辺りをね、草をガリガリと引っかきます。で、このかき取った草は後で使うので取っておきます。で、このようにかき取って、まあ大体半径3、直径30センチ、40センチぐらいの半径をね、刈り取れば十分です。で、そこに穴をこう開けるわけですよ、こうやってね。で、ほぐして、で、そこに植えましたと、植えたのがこれだとしますね。はい。もう一回ですけど、植えたのがこれです。で、さっき伝え忘れたのが、この植えた後に土をこう、この掘ったですね、を周りから優しく寄せてあげて、で、キュッとね、ギュンギュンに締めちゃダメですけど、優しく鎮圧します。この力加減がまたちょっとね、まあ、実際やらないとわかんないんですけど、ガチガチに固めないようにしつつ、かといって土と土が離れすぎていてふわふわしないようにします。なぜかというと、土の水分が抜けやすくなるんですよ。隙間が多いとね。あとは、土の水分の伝達が悪くなります。なので、土と土がある程度くっついて、かといって固まらないような優しさでグッとやります。はい。どのぐらいいったらいいかな。力加減の感覚で言うとね、ちょっと今パッと思いつくのが、バナナあるじゃないですか。バナナをグーッと握って、ギリギリ潰れ始めるぐらいの強さ。そんな感じの感触。ちょっとわかりにくいな。まあ、これはね、実際やってみて感覚をつかんでください。で、さっき書き取っておいた草をこう、周りに植えてあげます。で、この時に葉っぱに引っ掛けて傷つけないように気をつけながら、この葉っぱの下に潜り込ませるようにします。まあ、とりあえず、葉っぱの周りぐらいまで、囲われていれば、泥跳ねを予防する効果にはなりますし、この部分の保湿に貢献はできます。理想は、畝全体に敷きわらなり草マルチをしてあげることなんですけどね。これをすることで、雑草予防の効果は気休め程度ですけれど、泥跳ね予防、雨水による泥跳ね予防と、多少というか、まあ、結構ね、保湿にはなります。はい。なので、その意味で保湿と泥跳ね予防の効果を見据えて草マルチをしてあげます。で、これはあまり高く積み上げない方がいいです。なんかね、こう、草マルチが高いと、あんまりいい影響なかったんですよね。日当たりが悪くなるからか、風当たりが悪くなるか知らんです、わかんないんですけど、なんかね、いまいち持って試したことがあったんですけど、それはあんま良くなかったです。なので、平たく、こう圧縮してあげる。こうやって、これで、かぼちゃの定食は完了です。はい。で、あとは、水やりはね、土が今日ぐらい湿ってればしなくていいんですけど、土がね、ちょっと乾いてて、で、特に植え付けの時間が、まあ、朝とかでね、これから暑くなる時なんかは、しっかり水やりをしてあげた方がいいと思います。今ね、あ、そうそう、これ言わせたけど、私夏野菜の苗の定食は基本的に夕方にやるようにしてます。なぜかというと、そのやっぱね、一番ネックなのは、植え付けた後の、こう、乾燥によって傷むことというか、根が一回切れたりダメージを負ってしまうと、その後、気温が高かったり、日光が強いと、水分奪われやすいんですよ。で、それが一番ストレスとかダメージになるんじゃないのかなと考えているので、夏野菜の定食は基本的に夕方に行うようにしてます。この後はね、もう日が沈んで、涼しくなっていくだけなので、その間にね、しっかり根が伸びることができればいいなと思うので、だいたい夕方にやるようにしております。まあ、その時間的余裕がね、どうしてもなければ別に朝とか昼でもいいと思うんですけど、そうしたらちょっと枯れないように、予防策をいろいろと講じた方がいいと思います。はい、これで植え付け終わり。